テーマ、メトロノーム活用法、発想の転換。例えばどういうことかというと、みんなこう、ワン、ツー、スリー、こうって普通の人は聞く。それを繰り返す。ワン、ツー、スリー。ではこの3番取ってほしいんですけども、今の裏で例えば、じゃあこれが表として、これで3番を こういうところが難しいと。これ表でいいです。こいつ表、オン。で、3番を 手で、手拍子で叩いてください。違う。この中身は、はい、それはいいんだけど、早いから今イーブンになってくる。いや合ってるので、こいつありきでこいつに合わさないといけないよっていうこと。もう一回、さっきのバナナの最後のなんだね。バナナバナバナ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 ナ。ということはグルービーサークルで言うと2時だよ。これでできるじゃん。ナバナ。言えるよね、はい、なで最後のなだけにしようか。こんな感じ。そうするとこういうシンコペーションの裏の3連の最後、俺たちはケツというけど、三連のケツがすごく今、うん、な、こんなのクラシックではあまりないでしょう。多分。例えば絶対、タタとかあるけど、スタっていうのはなかなか。で、これだけやっぱり集中して、これを意識して、これがないからね。式がこういるだけだから、うん、だから式もなんか割とこう円っぽいよね。だからここで、でもクラシックは俺らドラムはここで打点だからこうだけど、クラシックはドゥーンだよね。俺昔ティンパニーこうやっててドゥーン違う、早いで、ここでボーンって出るからそれが指揮者が見て気持ち悪かった、ね、今でこそ慣れたけど、さやりスタータでここが打点になってるね。面白いなと。でなで、それをこいつにやってほしいわけ。ここが一番の難関。これが、ちょっと俺が、じゃあ見本を見せるね。1、2、3、4、1、2、3、4、1、2、3、4。
わかるよ、うん、理屈はわかるよね。だから1、2、3、4、よっしゃ。では松江さん、なんか取れそうだね。いいです、そういう人が欲しいです。もうすでにちゃちゃちゃバナナ、バナナのワになってるわけ。バナナのナ、OK。 じゃあちょっとね、逆になんか下田さん取れそうな気がするな。1、2、3、4。それだったらウッタン、トゥッタン、これやった、こいつが2番目になってる。だからウン、ワン、ウン、ツーになってってしまった。だから今で言うとこいつが3連符の2つで、ワン、タ、ウッ、トゥー、トゥワトゥ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 ってなってしまって、はい、いきますよ、大丈夫。はい、ワン、トゥ、スリー、もう同じ状況。なんでそうなるかな。これが頭になってるからね。あ、そっか。ということは、だからまあ言ったら、ちょっと大人的に言わせてもらうと、312だよ。123だもん。だから312で、312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 、そこで乗り換えたら、そうで強く言うと引っ張られるでしょ、引力があるでしょ。だからこれで言うと312って誰でも言えるね。音で312、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 
早くこっちに乗り換えたいが。だってこれ、これ、例えば、だから例えば3123123123312で取ったらいいのか312312か、うん、だから自分軽く言っといて312にしないと何か強引なこの乗り換え事故みたいな。取れるよね、これで。あどう？よしえさん、はい、なんか悩んでるけど。今3番をやってるんですよね。3番よ。そうそうそう。で3番目の音。そうそうそう。いいですよね。はい、これがメトロノームの音だから言うのはここの頭。頭を言えばいいですね。はい、でははいどうぞ1あれ1、2でも1、2、3でもどんな取り方でもいいからもうどんな姑息な取り方でもいいから1、2、あれ3、4お1、2あれもう今ずれたからオンになってしまった、はい、最初にやったね、はい、1、2、3、4
でも体の動きがそれ8分になってる。8分になってますか？うん、だからもう大きく取らないとダメ。ここで一つ名言を言うならば、はい、細かく刻んで大きく乗る。これは全てのこと。細かいなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃらなんちゃらなんちゃらなんちゃらかんちゃらなんちゃらかんちゃら、細かく刻んで大きく乗るというのが大事。はい、今もう細かく刻んで8分でイーブンで乗って、それをバウンスって、イーブンっていうのは均等、バウンスっていうのは跳ねる、その2と3という難しいやつをこっちがイーブンで乗りがなんていうの、バウンス跳ねてるみたいな、うん、だから今のは良かったんだよ。最初、はい、1、2、3、1、2、3、4、これもね、1、2、3にしたら楽。だから1で2、3、うん、の最後で合わせると楽なのに、1、2、3、はい、そういうことさ、これでこれ、これでいくよ、もう一回、はい、だいぶ分かってきた、はい、1、2、3、1、2、3、4、1、イーブンですよ。そこを、が遅れるとそうなるのか。トゥア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 トゥ、このトゥをちょっと突っ込むと、トゥア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 トゥ、こうなるんだな。こんだけの微妙な。ということだね。はい、え、何が間違ってる？いや、間違ってるっていうか、取り方を、はい、例えばもっと、もう一つ、まあとりあえずここまで。リズム講座、裏講座ね。1、2、3、4、1、2、綺麗にユニゾンしてるよ。オンだよね。メトロノームが、それこれ今のだったらともみさんのは1番で、そうですね。1、2、3、1、2、3、1、2、3、1、2、3、そこで3でずっとやるから抜け出せないんで、だから3、1、2、3、1、2、3、1、1でコンってやらないといけないね。3、1、2、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 
うん、じゃあもうコンってとっとってたね。3、1、2。で、それが ユニゾンなんだけど、3で合わせるのに1で合わせる。微妙だね。今言ったけど、最初イーブンだったよね。ゾーンに入ったね。入った。
で俺がでかく叩いたら安心するでしょ。はい、はい、いいよ。そういうところだね。やっぱり。お、大サービスしたね。3でいいのに。びっくりしたね今。もうなんか2人でコントできそうだ。びっくりしたわ。ボケ役ツッコミ役。いや、これカウントっていうよりも3連符を1、2、3って言ってるだけだよ。1、2、3、2、2、3、3、2、3、4、2、3だからね、本当はね。別に何だっていいんだけど、ここのこいつが隠されてる3番の休符の頭を叩いてくれたらいいわけだ。1でも1でも何でもいい。ここまで大丈夫だよ。で、何が言いたいかというと、じゃあちょっともう一回。なんでなんで、なんでそれ取れるの？どういうイメージで取ってる？みんなに参考で教えて。いや、そうだよ。いや、それをやってるんだけど。はい、おえだからおこっちやって、最初ここから持ってって、1。これ面白いよね。だからリズムのちょっと可視化的なことをやってるよね。あ、でこう言っといて、ブンチャッチャブンチャッチャだけどのトゥッパトゥッパになってるという、左左右左左右というイメージに変えていってる。面白いね。今のを解説しますと物営方法。普通だったらの3連符バージョンあるでしょ、これの。ここのカ、うん、これがまあカーでもタでもいいわ。カウンで聞く、このイメージ。カウン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 、タじゃなくてタウン。こっから落ちてるの、ここの拍に、このイメージ。タウンタウンタワンタツータスリータフォータワンツータツンタツンカウンカウンって聞いたら楽と思うけど、だからこれをパッと聞いてカカじゃなくてカウンカウンタウンタウンって一発でこうやって取れると思う。このイメージで2時から6時に落ちてると思う。たうんたうん、いい。そしたら絶対こうオンで体で、だって今さっきのあれで言うと、あのダンスの人とか黒人リズムのなり秘密というあれ本読んだ時に、やっぱり黒人のベーシストとかドラマーとかこう取るんだよね、首で。でダンスの人もやっぱりこの動きだ、ね、あるそのトニーさんっていう人の本なんだけど、向こう行ってもうダンスの先生もやってるぐらいで、だからなんかインターロックとかいうね、鳩の動きっていう方ですよ。もう自分がのダンスの先生は鳩だっていう。もうこう自然にこういく。だからよくあるよね、こうやってねベースで。やってる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 ピアノも
こうやって、クラシックじゃないそのた、うん、なんか今自然にこれで2時6時でた、うん、た、うんって聞くようになると、うんで体が落ちるでしょ、うん、ということはこういう拍子でしょ、うんで落ちるでしょ、うん、2時6時2時6時2時6と、これでカウント言えるよね、1、2、3